こんにちは。今回はですね、速稼塾の塾生さんからいただいたご質問に対して、これは一般公開で答えた方がいいなというふうに考えましたので、この動画を作っております。課題はですね、世の中が不況になってこれからどうすればいいのかってことなんですよ。で、プライバシーに配慮しますので、このメール自体を細かく読むことは避けますけども、少しだけね、端折りながら読まさせていただきます。まず一つの点なんですけども、いろんなことがありますけども、不況が気になるということですよね。この方は体感として自分の身の回りからお客さんが減ってるっていうことを感じてるらしいんですよ。それで実際の話って、不況ってだいぶ進んでますかってことですけども、はい、進んでますね。これはね、なんで不況が進むかっていうと、景気の悪いマーケットに居続ける人が多いからなんですよ、ね、だから今ポケベルを一生懸命売ろうと思っても売れないでしょ。でも一生懸命ね、ポケベルを真面目に売ろうとしてる人が多いんですよ。実際このポケベルを自分の商売に置き換えてみてください。お客さんが減ってるってことは求められてないってことなんですよ。だからそのマーケットから一刻も早く離れなければいけないんですけども、なぜか離れないんですよ。だって一目瞭然じゃないですか。ニーズが減ってるわけですから、自分の提供するものが求められてないわけですよ。特に今までずっと順調に経験とか実績を積み上げてきた、要するにピークを迎えたってことを経験してる方は、ピークアウトしたってことを認識しなければいけないんですよ。だから離脱時なんですよね。ビジネスっていうのは絶対に離脱時が来るんですよ。潮時ってやつが。その時に潮時を迎えたのに、離脱するべき瞬間なのに、いやいや、もう一回盛り上げていけばいいんだ、なんか別の方法でうまくいくんだっていうふうに思っちゃうと、これがね、せっかくの利益を損にしちゃうんですよ。投資でもよくありますけども、利益が出てる時にやめればいいのに、そっからね、なんとか頑張っていこうと思ったら、だん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 落ち込んでいって、いや、もう一回復活するんだっていうふうにあらぬ妄想を描いちゃうんですよ。成功体験があればあるほど。だからみんなね、離脱するのを遅れて、今度はね、損失に変わっちゃうんですよ。損失に変わると、今度はね、やめるにやめれない状態が来ちゃいます。おかげで、あの頃は良かったっていう言葉ばっかりが残るんですよね、うん、そしてですね、もう一つなんですけども、おそらくコロナはすぐ解決しない気がしていますってことですよね。はい、実際コロナって何なんですかね。実際あるんですかね。どうなんですかね。コロナっていう情報を私たちは聞いてるから、それがあるっていうふうに勘違いしてるんじゃないですかね。そういう根本的なところから考え始めることが、自分の頭を使うってことなんですよ。これはね、コロナの影響は全くないよって言ってるわけじゃないんですよ。実際にコロナって見たことあります？どうなんですかね。コロナによってバタバタと人が死んでますかね。どうなんでしょうか。ここに大きな疑問を持たなければならないのに、なぜかね、同調圧力もあって、コロナを押さなければならないとかね、マスクをしなければならないとか、飛沫がとっても危険なんだとかね、アクリル板を設置するんだってことで、見えもしない、分かりもしない、自分で証明もできない、そしてテレビのコメンテーターも知らないくせにいろんなこと言ってますよね。これはね、専門的な研究をしている人でも未だに意見が分かれているところなんですよ。でも片方の意見しか私たちは取り入れてないんじゃないかなと思うんですよ。こんなもん無視しとけばいいっていうふうな見地もあるんですよ。現実として新型コロナ、これはもうすでに去年のものです。今年は変異種って言われてますけども、ちょっと言い方をね、変えて変異種とかってやると怖いでしょ。でも2021年型の新型コロナウイルスなんですよ。そして去年の新型コロナウイルスはすでにコロナウイルスになってるんですよ。旧型です。ということはね、去年新型コロナウイルスって言ってた時期も、毎年のように旧型コロナウイルスと分類されたものあるわけなんですよ。3年前のコロナウイルスで風邪をひいた方、これ旧型コロナウイルスで風邪をひいた方なんですよ、ね、その頃は39度の熱があっても会社に出ることが美徳とされていた、そんな部分がありましたよね。体調を押して仕事に打ち込んで、素晴らしい人だなと。今ではその常識変わりましたよね。だって当時ね、熱があっても出社する、そのぐらいで休むなみたいなことが美徳になっていて、その頃インフルエンザももちろんありましたけども、旧型コロナウイルスでそういうふうな症状が出てたわけですよ。で、それを旧型コロナウイルスをどんどんどんね、移していたと。インフルエンザも移していたと。結果、毎年1000万人の感染者が出ていたわけなんですよ。で、10万人ほどの方が影響を受けて、数万人の方が亡くなっているって現状がずっとあったのに、私たちは関心を示さなかったんですよ。他者に起きた死だから。でも、今回はですね、なぜかですね、なぜか非常に恐れているんですよ。新型コロナウイルスがそんなに危険なんですかね。これまだ全く分かってないんですよ、うん、
でも世界で死者が出てるじゃないかっていう例がありますけども、あれは結局死因を新型コロナウイルス COVID-19 というふうに分類されてるだけなんですよね。でも実際は新型コロナウイルス発症しても他の合併症で亡くなってる方が多いわけなんですよね。もしくは寿命で、もちろんね、深刻な新型コロナウイルスの被害において亡くなっている方もいますので、何とも言いません。私がここで言いたいのは、まだ分かってないってことなんですよ。まあ、ですんで、一定のレベルで恐れるのも必要です。でもですね、恐れすぎてですね、経済止めて、金がなくなって飢え死ぬ、そっちの人数の方が、この日本で多いです。とんでもないことになってますよ。新型コロナウイルスの直接的な死因ではなくて、他のことで、ね、不自由を受けていて、飲食店が経営できなくて赤字をね、ものすごく積み上げて自殺してしまったとか、取引先がそれで逃げてしまったとか、暴力事件が起きたとかね、強盗が起きたとか、ね、これ全部新型コロナウイルスを恐れるがあまり、全く病気にかかってないのに健康な状態で死んでしまったり、被害に遭ったり、犯罪に走った人の例です。これどっちが深刻なのかなと思っちゃいますよね、うん、もちろんね、国によって状況変わりますんで、場所が変われば考えなければならないこととか、恐れなければならないことは変わってきます。でもこと日本において、この新型コロナウイルスってどうなんですかね。無視してもいいんじゃないかなと思うところもありますよ、私は。ただ世間的に無視すると非国民扱いされますので、誰よりも私は厳重に処置してます。それはでも今回特別に始まったことじゃなくて、私ずっとやってたことなんですよ。手洗いもそうですしね、私毎日朝も晩も風呂に入るのは、もうね、大学に入ってからずっと二十数年変わってないんですよ。どんなに忙しい時も徹夜になろうとそれやってるんですよ。清潔にして毎日服を着替えてね、洗濯をして部屋の掃除をして、アルコールスプレーもかけますしね。食品業界に長いこといましたんで、それは別に当たり前のことだというふうに認識してますし、多分食品業界で働いてる方はあんまり変わってないんじゃないですかね。食品業界、医療業界、介護業界で働いてる方は当たり前にしたことをみんなやりだしたなっていうふうにこうやって見てるだけなんですよ。だから今まで清潔にしてなかった人が、めんどくさいこといつまで続くんだよってなってると思いますけども、いや、やればいいんじゃないですか、もともとやってもいいんじゃないですか、そういうことみたいな感じなんですよね。ただですね、いろんな移動の制限とかが起きちゃったりするのは、多くの方にね、すごく理不尽な制限をかけてるかなと思います、うん、ただこれはね、国のアナウンスが非常に悪いんですよ。ダブルスタンダード。今回のゴールデンウィークも移動は極力控えてくださいっていうふうに猛烈にアナウンスしますけども、去年お前たち何言ったよってことですよね。いや、人間の移動には全くコロナウイルスの拡散影響ありません。どんどん旅行に行ってください。 GoTo トラベルだ、 GoTo 飲食だ、飲食で感染したという事例はありません。どんどん食べて、どんどん飲んでください、ね、こんなことを去年やってたわけですよ。で、 GoTo キャンペーンずーっとやめなかったんですよ。いろんな批判があるのに、いや、関係ありませんってやってたんですよ。で、12月ぐらいにやっとね、やめたんですよ。急にやめたんですよ。急に GoTo やめましょうってやめて、それから今年のゴールデンウィークは方針変えたんですよね。いや、もう飲食とか危ないですと、移動も危ないですと、これ何なんだよと思いますよね。で、去年の発表では、その GoTo トラベルキャンペーンで多くの方が移動した、8000万人使ったけども、感染者は200人とか300人だったみたいな発表してるわけですよ。しかもその発表変えてないんですよ。なのにですね、今回もう家に引きこもってください、ステイホームですと、エンジョイホームですみたいなこと言ってるわけですよ。何ですかこれ、方針変えたんですかと、当時の判断違ったっていうことなんですか。その辺のアナウンスは全くないんですよね。だってそれはいいじゃないですか。去年 GoTo トラベルにかかったら一番感染者が少ないんだってことだったら、どんどんトラベルやってくださいって方針今回もやってね、今回のゴールデンウィークもどんどん移動してくださいと、 GoTo トラベルやった方が感染者少ないんだからっていうふうにやればいいのに、今回なんか違いますよね、うん、だからある程度の犠牲は覚悟の上で経済回していくんだって方針でいくんだったら、それでもいいわけですよ。もしくは、いや、コロナを完全に恐れていくんだってことだったら、ちゃんとね、店舗に休業保証を出してみんなに休んでもらうと、それこそ強権的な発動としてもいいと思うんですよ。でもなんかいいとこ取りなんですよね。どっちと足らずなんですよ。なんか経済優先のようで、感染症を恐れているようで、フラ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 しているのが現状で、それに律儀に付き合っているのが判断能力のない国民ということになります。これおかしいだろうと思ったら、やんなければいいんですよ、ね、何の義務もありませんから私たちには、うん、で、新型コロナウイルスを恐れている割には PCR 検査を受けてないんじゃないかなと思うんですよ。
ほとんどの方がね。だって検査を受けて陽性だったら2週間の隔離処置取んないといけないんでしょ。会社にも行かずに家族にも会えずにってことを考えたら、検査を受けなければ陽性か陰性か分かんないから自分はのびのびと暮らせるんだっていうふうに思っちゃってるんですよ。この自分勝手な国民性、私はねすごく恥じるべきだと思います。この1年、多くの方がわけの分かんない行動に付き合ってるんですよ。そして自主的にそのわけの分かんない行動を分かったふりをしてるんですよね。はっきり言ってね、新型コロナウイルスは全く分かってないんですよ。ただ分かってるのは、 PCR 検査キットが世界中売れ始めて、去年は高値をつけていたのに、去年はね8万円ぐらいだったんですよ。でも今はすでに2000円とかね、私たちの市区町村ではただです、無料配布されてるんですよ。いいですか。PCR 検査キット提出用ね、こういうのが山ほどあります。誰でも受けれます。二足三門です今で。そもそも PCR 検査キットってのは感染症がかかってるのかかってないかっていうことを判断する材料にはならないんですよ。なのに PCR 検査キットが唯一絶対のものだというふうなアナウンスと、それをまともによくわかんない人が信じ込んじゃってるんですよね。私たちは医療関係者ですか。テレビのコメンテーター、アナウンサーさんはこういうこと詳しいんですかね。原稿に書いてあること読んでるだけなんですよ。分かってないんですよ。それを見て私たちは分かってない、もっと鵜呑みにしてるだけ。自分で今はねインターネットがあるんで、ちゃんと調べる、判断する。そしてインターネットを見ると賛否両論あるなってことが分かるんですよ。どっちの意見もあります。 PCR 検査キットがいいんだ悪いんだという意見ね、意味があるんだないんだって意見、新型コロナウイルスが現在世界を疲弊させてるんだって意見、いや関係ないんだって意見、自分はどっちなんですかってことなんですよ。誰かが言ったからとかね、どこかに書いてあるからってことで、それを自分の考え判断にしちゃうっていうのが最も危険なのに、結局それをやってるんですよね。で、私はそういうふうなね大衆心理にもっともっと抗っていかないといけないかなっていうところがありますし、でもたまたま大衆心理が正解っていうこともあります。ですので慎重にね自分の考え方を組み立てていかなくてはならないのかなと思いますよね。という意味でね、ここの結論、おそらくコロナはすぐ解決しない気がしてますってところに答えるとすれば、コロナはこれからもずっとありますし、今までもずっとありました。なんかね最近生まれたような気がしてるけど、ずっとあるんですよこれ。毎年新型コロナウイルスってのがあって、毎年去年のものが旧型コロナウイルスに分類されている。ただそれだけの話なんですよ。はっきりしてることは PCR 検査キットが世界でバカ売れしたってことです。で、ワクチンがありますよね。ワクチンが世界でバカ売れしてるってことです。じゃあなんでね日本でワクチン作らないんですかってことです。これなんでだと思います。これね儲かんないからなんですよ。で、日本には感染者が少ないんで治験ができないんですよ、ね、治験のサンプルが取れないんですよ。だから儲かんないし非効率的だから日本では作んないんですよ。で、ファイザーとか AZ、アストラゼネカってところもありますけども、あれはね正確には AZ って言うんですよ。アストラゼネカっていう風なアナウンサーが多すぎて本当に分かってないなと思うんですけども、 AZ って会社なんですよあそこ。なんで誰がアストラゼネカって言い出したんですかね。だからね、この会社も急速に作ったもんだから多分ね利益が取れてないと思うんですよ。で、他の生産がおろそかになってます。そういった意味でこのワクチンに特化したあまりね、この製薬会社ってのはものすごくダメージ痛手を負ってるんですよ。だから売りさばいていかないといけないし、リピートもさせないといけないんですよ。いや、ここの会社はここの会社で大変ですよ。だから世界には無数に会社があるんですよ、製薬会社が。なのになぜかねこのワクチンを手掛けてるところって数社なんですよ。このアンバランスさにも私たちは気づかなくてはならなくてですね、それこそワクチンを作る方法があるんだったら、その量産っていうのはあらゆる会社が下請けになってやればいいのに、やらないですよね。これ儲かんないからなんですよ。儲かんないし、はっきり言ってこれに私はね、分かんない、ここから想像なんですけども、ワクチンが不要だから作ってないんじゃないかなと思いますよね。ということをいろいろ申し上げましたけども、これが一体何なのかってことは、一人一人もっともっとね、人から意見を聞くんじゃなくて自分の内側から考えていかないといけないんじゃないかなと思ってます。で、新型コロナウイルスは私たちの気持ちが変わらない限りはずっと私たちを蝕み続ける、これが答えじゃないかなと思ってますね。はい、そして最後にね回答するとしたら、この状況に、要するに不況とコロナってことね、この状況に久保さんならどういう対処をされますかって言うんですけども、これはねずっと私お話してる通りです。オンライン化なんですよ。とにかくオンライン化、オンライン化をしない限りはずっと苦しみ続けます。これは動画を見てるあなたもそうですよ。
今まで苦手だからとか年だからっていうので取り組まなかったことがあるでしょ、多いでしょ。だからこういう風になっちゃってるんですよ。儲かるところは非常に儲かってます。なんで儲かってるかっていうと、オンライン化をやってるからなんですよ。じゃあこれから4つほど言いますよ。これを今日の結論とさせていただきます。オンライン化、まずはね、暗号通貨のことは当たり前のようにやってください。当たり前のことですよ小銭を使うのと同じレベルで暗号通貨使えないとダメです。もうそういう時代が来て長いわけですから。2014年ぐらいからこの流れってきてますからね。もう10年とは言わないですけども、5、6年経ってるわけですよ。携帯電話を使って5、6年使いまくったらちょっとは上手になってるんじゃないですか。まあそういうことですよね。それから FX、 これも避けて通りません。 FX をやらずにもうね、お金に困る困らないっていうところはもうね、語らないでくださいってことですよね。FX はやっぱりね、そこでお金増やすとか減らすじゃないんですよ。 FX を理解しないといけない、チャートを読めないといけないですし、そのテクニカル分析っていうのはあらゆる分野で存在してるわけなんですよ。投資の分野だけじゃなくてね。それこそ新型コロナウイルス の、 その増減曲線あるでしょ、あれだってテクニカル分析できるわけですよ、だからああいうことを見ていかないと何も見えてこないと思うんですよね。その基礎たる FX はやっぱり身につけるまでいかなくても経験しとかないといけないかなと思います。で、ここからが肝心です。あと2点申し上げます。何をやればいいか。インフルエンス力です。要するに影響力を持ちましょうってことです。自分の発信したことが何人か何十人かの方が聞いていただけて、そこでいろんな意見が組み交わされるってことを毎日やらないといけないです。これね、何かの会議の時に発表すればインフルエンス力ですかって、そんなレベルじゃなくて毎日ですよ。毎日多くの人1対多数に語りかけて、そこからの意見を吸い上げるってことを毎日やるんですよ。これはそういう時代になってきましたんで、今ね SNS も発達してますし、インターネットの力がありますから、それをやらないとやってる人に置いてかれて、要するに不況に巻き込まれるのは当たり前なんですよ。だから影響力を必ず持たないと自分の家族ですら守れないと思います、ね、何かね理不尽な行いを受けた時に影響力を受ける持つことによって多くの方が動いてくれますよね。ちょっとね、似つかわしくない悪い例かもしれませんけども、今回ね北海道の旭川市でいじめによって自殺された女の子がいたんですよ。で、その事件をね、お母さんがこの子のことを忘れないでほしいってことで、まあいろんなところに訴えた結果、それがインフルエンサーたくさんの人の目に留まってね、結局このお母さん遺族の方がインフルエンス力を持つことになったわけですよ。だからちょっと悪い例だったんですけども、こういうふうな極端な例じゃなくても、なんか美味しいものを食べたらね、それに反応する人が何人かいるみたいな感じを作っとかないといけないんですよ、すでに。で、これをやらないと、で、要するに不況の影響を受けるんですよ、で、最後ですけども、トークスキルです。喋る力、これは生まれてから物心ついてからずっと喋ってるんだから、トーク力一番長けてないといけないんですよね。40代50代になったら誰よりもディベート、いろんなことが言えるとか、いろんなことが考えたことが伝えれるってことが、そのトーク力が冴えてないといけないと思うんですよ、やっぱりこう自分の影響力っていうのはトーク力に左右されますしね。何を言ってるのか分かんないとか、この人は薄っぺらい知識を振りかざしてるだけっていうふうに感じさせるんじゃなくて、あ、確かにそうかもしれないな、いやいや待てよ、そういう意見じゃないんじゃないのっていうふうな感じで、自分の声をね誰かに届ける力、そのインフルエンス力にも関わるんですけども、ここに関わってくるんじゃないかなと思いますね。4点ありました。暗号通貨、FX、インフルエンス力、影響力ですね。それからトークスキル。この4つがなければ不況に巻き込まれたままです。で、逆に言うとこの4つを避けてるから不況なんですよ。自分の身の回りが、自分自身が不況なんですよ。ね、暗号通貨、FX、これは難しいにしても後回しにするにしても、影響力、インフルエンス力ね。それからトークスキル。この2つが今ないってことは不況そのものだと思います。だからこの2つを私は身につけてますし、これからももっともっとね身につけていこうと思います。こういうふうに書いてますね。何から優先的にされるでしょうか。すでに結果を出されている久保さんの考えを聞いてみたいですって。私が結果を出すのは何だと思います。 YouTube ですよね。 YouTube でたくさんの人と関わってるんですよ、毎日ですよ。そして YouTube のコメントをいただいた方や、 YouTube を通じて私にメッセージ、メールを送ってくださった方には、こうやって動画でお答えするじゃないですか。トークスキルが私は文章スキルよりも上だと思ってるんですよ。私は文章を書く力もそこそこありますけども、でも文章をねしっかり書いたところでトークスキルにはかなわないと思います。で、今私これ ね15分か20分ぐらい話しましたよね。これを文章で書いたら原稿用紙何枚になると思います。それ読みたいですか。読みたくないですよね。
読んだら1時間かかりますよ多分。でもトークスキルによる、あの話すことによって伝えることによってですね、何かをしながら聞くことができるじゃないですか。そして私の表情を見ながら受け取ることができますよね、雰囲気を最大限。これがだからトークスキルです。だからね、メールしか書けないようだと表現力がそこで終わりなんですよ。もちろん直木賞作家みたいな表現力が文章によって養われてればいいですよ。でも多くの方は書くことがまずね、そんなにレベル高くないんですよ。だったら同じ労力で書く時間を話す時間に変えた方が絶対にいいと思います。トークスキルがある方ってのはどんな不況でも、それこそね戦時下でも人の心を動かして励まして慰めて癒すことができます。そういう人がこれからもっともっと求められる時代になるんじゃないかなと思います。ということでね、優先的に何をされるか、トークスキル、インフルエンス力、FX、そして暗号通貨、この順番でもいいと思いますけども、この4つを避けている限りは不況と不安から逃れられないと思いますけども、いかがでしょうか。それでは本日は以上です。またメッセージください。